おはようございます。2月26日朝6時です。今ちょうど気温は1度プラスですよ。プラスの1度でして、夜明け前の片荒れ時に海岸に立っているわけですが、せっかく朝日の日の出よりも早く起きして月曜日の朝からこうしてやってきたというのに、肝心の天気が曇りですね。このように皆さんご覧ください。完全に曇っています。カニの加工の工場なんですけどね、もう完全に曇っています。これでは太陽は取れません。悲しい現実ですが、頑張ってバイタリティポイントを稼ぐために運動したいと思いますが、今日ね、私ジョギングバカ、ジョギングできないんですよ。ちょっと頭痛がしまして、ウォーキングだけにしとこうかと。じゃあなんでお前は外出してんだよっていうことですけども、実は土曜日に飲み会がありまして、その飲み会で酒を飲みすぎ、そうですね、頭が痛いんです。お酒を飲むと最近こう偏頭痛のようなものに悩まされておりまして、お酒を飲むと痛くなるんです。偶発性頭痛というらしいんですが、どうもそれがひどくてですね、ジョギングバカ酒大好きなんですが、飲んだら痛くなるんですよ。まるで何かのバッチが当たったかのように痛いんですよ。でまあ昨日は寝込んでたわけですけど、今日もやや痛いんです。いや走れないほど痛いっていうのはね、もうお酒やめようかと思ってます。いやーひどいな。偶発性頭痛はしばらくしたら治るって話もあるんですけどね、まあそれに期待したいと思います。せめて波打ち際まで行けるように長靴を履いてきました。まあこれはシーグラスを拾う関係もあるんですけどね。いやそういえば偶発性頭痛の話ですよ。偶発性頭痛っていうのは、あの別にネットでも調べましたけど、いっぱい私の場合、あの脳神経外科のお医者さんに診断されました。何年か前に診断されました。しかも、厄介なのはたまにしか痛くならないんですよ。毎回じゃないんです。そう、トリガーはお酒。お酒を飲んだら頭痛がするんですよ。いや別に二日酔いで頭痛がするわけじゃないんです。飲んだその場から痛くなるんです。もう飲んで、そうだな、30分、私の場合30分ぐらいし始めると痛くなって、どれだけ楽しい、飲み会でも辛くて会場の中でうろうろ、頭が痛くてじっと寝てても痛いんですよ。解決方法はもううろ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 して動き続けて、のた打ち回って、それで痛みが収まるのを待つ。正直辛いですよあれは。でまあ痛みが収まったら、まあ酒が抜けたら大体痛みが収まるということを繰り返していくんですけども、それでそういうのがね、2週間とか1ヶ月とか続くと、突然嘘のようにね、何にも
なくなっちゃうんですよ。全く痛くなくなっちゃう。その偶発期と何もない時とではまるで嘘のように治っちゃうんですよ。頭痛くなくなるんです。それでまたお酒をガブガブ飲んじゃうということの繰り返しなんですよね。いやー厄介なんですよ。それがだけど40後半から現れ始めましてね、この度は50を過ぎて初めてなったんです。それが痛くて痛くてしょうがないんですよ。本当にね、同じ病で苦しんでる人たちは結構日本中に多くいらっしゃるようですけど、お医者さんには酒をやめろと言われましたが、職場の付き合いとかあるじゃないですか、どうしても。それで飲むんですよね。土曜日の時も気をつけてまして、まあ最初のビールの乾杯も一番底の方にのジョッキのこの辺までビールを残しですね、この酒好きの私がちょっと遠慮して飲んで、その後はウイスキーをですね舐めてふりをして、一緒に頼んだの水頼むじゃないですか。ウイスキーをあれで頼むと、ストレートとかで頼むと水を、その水をガブガブ飲み、会場の雰囲気とおしゃべり、それからカラオケだけでなんとかその場を盛り上げていたのですが、痛くなっちゃったんですよ、二次会の後半。いやーそれもね、職場というか、まあ、今回は組合でしたけども、組合の付き合いで仕方なく飲んでるならともかく、僕とっても楽しい人と飲んでたんですよ。いや好きな人とね。いや女性じゃないですよ、妻がおりますので、愛妻が、うちに愛妻とかおりますので、男同士楽しい飲み会をしている時に、何ですかこの頭は。僕はもうほとほと嫌になりました。自分の頭が自分の頭じゃないみたいな、悲しいです。なら酒やめようかなって思ってます。すごい悩みですよ。 YouTube 見てるとお酒飲んでる動画いっぱい上がってるじゃないですか。僕もやろうかなと思ったんですけど、いやーまさかね、やめようかなって話を言うことになろうとは思ってませんでしたよ。いませんよね、あんまりそういう人。僕はやめようかなと思ってます。悲しいです。君の名でも語られていたロマンチックなこの昼でも夜でもないこの時間に話すような話じゃありませんね。けどまあそうなんだよな、もう本当に自分が嫌になりますよ、自分の体がね。これじゃあ、まあどれだけお酒をやめれるかね、頑張ってみたいかと思います。40代後半から偶発性頭痛になったって言いましたけど、前は酒が、40代の時は酒が抜ければ痛みも収まったんですよ。だけどね、50代になって何が変わったかって、次の日もで、あと今日なんて、だから次の次ですよ、2日目ですよになっても痛いんですよ、頭が。今もちょっとこう、なんか眼球の後ろあたりが痛いのがこの病気の特徴なんですけど、ちょっと重いですもん。昨日は一日痛かったです。ああ俺もうこのまま死ぬのかなってすら思いました。頭痛で死ぬんだろうなって。いやーそれは避けたいよね。ちょっとかっこ悪すぎですよ。もっと
もっとそれらしくね、病気は病気でも、これ酒飲みすぎてってかっこ悪いじゃないですか。アル中とかとも違うんですよ。ちょっとしか飲まないのに、その場は頭痛くなるんですから。あ、ちょっと家族のため、自分のため、少しお酒を控えたいと思います。はい、あ、また野鳥が群れている河口へやってまいりました。あそこね、ちっちゃな川の河口なんですよ。そこにいつも野鳥がいるんです。今日は数が少ないですね。何か餌でも打ち上がるんでしょう。何でしょうか。波打ち際にこういる鳥たち、仲間に入れてもらえるのかな。こう貝が転がってますね。驚かしてしまった。おお、こちらの方にも鳥たちが餌をついばんでいる様子が見られますね。あ、もうすぐ戻ってきちゃった、ね、あ、走るのはきついですが、まあ、歩くなら十分大丈夫です。そしてやっぱり朝の海岸は爽やかですな。海岸は気持ちでいい。いろいろ打ち上げられているようですね。どれが食べれるの。ようやく1個だけゲットしました。本当にようやくです。こんな感じです。緑のシーグラスが綺麗ですね。まだ角がね、ちょっと残ってますけど、持って帰りたいと思います。今日のお宝です。ありました、2つ目。これは青ですね。こっちもちょっと形としては型がね、角が残ってますけど、いいシーグラスだと思います。小さいやつもありましたね、緑色。やっぱ緑が一番目立つんだよな。すぐに見つけられる緑だね。太陽が出てきそうです。あ、嬉しいですね。雲の隙間からでも。今日の日の出ですよ。美しい日の出を前に語りたいことといえば、やはり今日行われた、昨日ですね、昨日行われた沖縄の辺野古新基地に関する県民投票の結果ですね、50% 以上の人が投票所に行ったそうで、いや、よかったです。50を超えて、とにかく投票率がね、50を超えたのが良かったです。まずは、この国のね、国政選挙でも今50超えなかったということがありますから、良かったです。参議院選挙なんかでね、51回どうかと思います。だからそれを超えたのは良かったです。
あとは反対の声がそのうちで7割以上と、もうねこれだけの結果が出た以上、政府とアメリカは辺野古の基地建設断念するべきでしょう。もう十分でしょう。県知事選で2回、それから佐喜眞さんのところって、佐喜眞さんで、中山さんが当選した3回前のだって、あれ中山さんは辺野古県外移設って言って当選したんだからね。だから都合3回も民意が示されたんですよ。もうやめませんか、あそこに作る。もういいでしょう。よくね、防衛は国の専権事項だから住民は反対すんなとかいう議論あるじゃないですか。あれおかしいと思うんですよね。だってさ、防衛って何のために防衛やってんの？防衛って当然国民の生命や財産を守るためでしょ、ね、まさか国を守る、国そのものを守るためではないですよね。日本は民主主義国家なわけですから、それは安倍首相も言っている。防衛が国民の生命財産を守るものであるでしょう、ね、我々は民主主義国家に暮らしているわけですよ。その住民がこれだけ反対しているものを無理やり有無を言わさず置くっていうのは矛盾してませんか。民主国家じゃなくなっちゃうでしょ。一番大事なことはそこだと思うんですよね。民主主義っていうのは国民主権が一番の肝ですよ。国民主権をないがしろにして、国民主権をどっかへ置いといて民主主義を民主主義の国家だと名乗ることは矛盾だと思うんですよね。いやだってあんまりよその国を悪く言いたくありませんけどね、民主主義人民共和国とか、人民共和国とか、いや民主主義がつんだよ人民共和国とかね、共和とか民主とかいう言葉をさ、お題目のように使ってる国多いんですよ。ちょっと皆さん地図帳はないか、インターネットで調べてみてください。世界各国の正式名称、共和国ってくっついてる国すごく多いですよ。ね、共和にしろ民主にしろ、とにかく人々の、ね、意見を大切にするっていう意味でしょ。物事を何でも国民主権で皆さんによって決めていくという意味の言葉だと思うんですよね。だけどそれを単なるお題目、国の名前だけにしちゃってる国がすごく多い、ね、決めてんのは一部の独裁者や権力者が決めてるのに、なのに民主主義、人民共和国、いやなんとか共和国というのを名乗ってる国が多いんですよ。だから日本もね、下手をしたらそうなっちゃうんじゃないかっていうことですよ。こんな辺野古の基地住民投票を行ったものを無視し続けていたら、ね、同じになっちゃいますよ。だからもう辺野古の基地は諦めて別な場所に作ることを考えた方が絶対にいいですよ。もしも受け入れる、同じような住民投票をして受け入れる自治体があるならば、もちろん県外に移設して北海道も含めて別な場所にしなければいけません。それが一個もなかった場合はアメリカにお引き取りいただく、アメリカに戻すしかないですよ。こんなのね、それが民主主義国家だとして日本が名乗るなら取らなければならない道ではないでしょうか。当然そうだと思いますよ。本当にちゃんと考えてほしいですね、偉い人たちは。僕はますます頭が痛くなってきてしまいましたよ。そういうことをガンガン主張していたらね。一番大切なのは国民主権、
その国民主権をないがしろにしてはいけません。自分たちも政治家の皆さんはその国民主権の下で正当に選挙された国会における代表者なわけです。国民主権を否定するようなことを自らしてはいけませんね。ぜひ一回今回の選挙結果を受けて、選挙じゃなかった、住民投票の結果を受けて真摯に検討していただきたいと、ね、中止していただきたいとはっきり申し上げています。どんな施設も民主主義国家では住民の賛成を得ずに作ることはできません。それが民主主義国家です。我々はそういう国に暮らしているはずなんですよ皆さん。ぜひそのことを考えて決断してほしいと思います。政治家の皆さん、もっと足が濡れて長靴を履いてても水が入ってきそうな勢いで、北海道の海からそのことを主張しておきたいと、そう思います。いやー、でも本当に良かったね。住民投票が5割を超える人が投票してね、賛成反対どちらでもない、そのものがどれが一番多いか注目してましたけど、どんな結果が出ても私たちは沖縄の声に耳を傾けるべきだと思っていました。今回反対が多いということがはっきりしましたので、私もその声に従いたいと、そう思います。それでは皆さん、また朝日とともにお会いいたしましょう。今日も一日お元気でお過ごしください。特に沖縄の皆さん、今日はゆっくりお休みください。あ、休めないか、お仕事ですもんね皆さん。住民投票から一夜明けていかがですか。今日はせめてお仕事が終わってから雨漏りでも飲んでゆっくりしてください。基地に賛成でも反対でも、それからどちらでもない投票した人、全ての人がまた一緒に仲良く青森飲んで過ごしてもらいたいと、そう思います。そのためにも今回の住民投票の結果が尊重されるべきなんです。みんなが仲良く青森飲んで宴会できるように、僕もノンアルコールビールで参加したいと思います。ノンアルコール青森ってあんのかなあまり意味がないね、ノンアルコールじゃ。まあそれでもそれを飲んで僕も参加したいと思います。頭が痛くならないように気をつけてこれからは過ごしたいと、そう思います。